今回ご紹介をするカー用品は、ドライブレコーダーをつけたいんだけれども、自分で取り付けの仕方がわからない。また、車を納車する際、ドライブレコーダーを取り付けたいという方も、いうところもあったりすると思うんですけれども、そういった方に非常にうってつけの、こちらのドライブレコーダーをご紹介いたします。こちらは、マックスインよりリリースされております、MF-BDVR-003 というドライブレコーダーとなっておりまして、今回主に車でご紹介するんですけれども、こちらバイク用としても使用ができるようになっております。動画の後半ではバイク用でも使用しておりますので、その例をご紹介していきたいなと思います。で、こちらのドライブレコーダーの特徴をご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まずはこれ、なんと取り付けるだけということで、電源のケーブルというのが必要ありません。それはなんでかと言いますと、このドライブレコーダー自体に内蔵バッテリーが内蔵されているためです。で、これは7時間の連続録画ができる容量が入っている 2000mAh のバッテリーが搭載されております。なので、取り外す際というのは充電する際であるとか、また付属のケーブルがありますので、それによって充電をする。この USB の C ポートがここにあるんですけれども、ここに挿していただければ、バッテリーの充電、走行中でもできる。また、録画しながらバッテリーの充電ができるということになっております。なので、非常に使い勝手がいい、設置がとにかく非常に楽であるというところですね。そこが非常にこのドライブレコーダーの大きな特徴になってきます。で、また、オンオフはどうなのっていうところが今度すごく気になってくるところかと思うんですけれども、こちらにパイロットランプがあるんですが、ここを見ていただくと、ステータスがわかるんですけれども、これ今動画の収録がされている状態となっております。で、まず一つ目のパターンとしては、このドライブレコーダーを外します。で、この今パイロットランプが点滅しているので見ていただければと思うんですけれども、今音が鳴りました。はい、そうしますと電源が勝手に切れるようになっております。なので取り外しをすれば電源が切れるし、また今度取り付けですねしたいと思うんですけれども、はい、取り付けをしました。で、今パイロットランプが点灯し始めました。はい、そうしますと再生を始めるということで、特に何かこうボタンをいじらなきゃいけないとか、そういったことがないドライブレコーダーとなっておりますので、特にメカ音痴な方で操作をするのが苦手だという方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方に非常にうってつけのドライブレコーダーとなっているということになります。で、これ、いちいちオンオフするのに脱着するのがめんどくさいんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、実はそんなことなくて、これ3分間特に何も変わらないような状況が続くと、勝手に録画が停止してくれるようになりますので、そちらをお見せしていきたいと思います。はい、で、今もスタンバイモードで、はい、今電源が切れるということになります。で、この状態で、据え付けの状態でドライブレコーダーを使っていただけるという前提で、例えば車に乗り込んだシチュエーションで、今度電源を入れてみたいと思うんですけれども、外から車に乗ったとします。で、この状態でバックしていきたいと思うんですけど、で、これで一応作動しているということになります。で、また車を離れて一定時間、約3分ぐらいなんですけれども、それが経ちますと電源がオフになるといった販売になりますので、バッテリーがなくなるまでは、このドライブレコーダーはもうずっと設置しておくだけでも問題なく使えるということになります。ただ一点だけ注意しなければならないのは、これ防爆仕様にはなっていて、火災の報告っていうのは今までないんですけれども、使用温度としては最大70度ということになりますので、今回ダッシュボードの上なんですけれども、ガラス越しですよね。
今こちらビオホのドライブレコーダー設置しておりますけれども、まあ、こういったところに設置するというのもありなんですが、炎天下の状態で放置しておくと中にバッテリーが入っておりますので、70度を超えるような炎天下での使用というのは、まあ、できるだけなさらない方がよろしいかと思いますので、まあ、そういった状況の場合というのは、まあ、取り外して使っていただくということを、まあ、お勧めしたいと思います。でアプリの方なんですけれども、今つなげておるんですけれども、こちらが今フロントの収録動画の画面になっております。はい、こういう感じになっております。またこちらの方なんですけれども、もちろん動画の収録アプリ上で、まあ、管理すると、まあ、いうことも可能になっております。こちらを押していただきますと、カメラの設定というところになるんですけれども、まあ、今回ハイライトなのがこの動作検知っていうところですね。でこれによって自動的に電源のオンオフをしてくれると、まあ、いうことになります。外覧がない状態で3分間放置の状態が続けばオフになりますし、でまた動作検知をすることによって電源が入るようになっておりますし、またこちらの傾き補正というところ、こちらはまあ主に2輪で使う項目になってくるかと思うんですけれども、画面が傾いた状態の時に緊急動画ということで動画の収録をしてくれて、ロックがかかると、まあ、いうことになっております。はい、ってことで今回なんですけれども、こちらマークスインからリリースされております、MF-BDVR の003のご紹介をいたしました。で、こちら実はですね、今車で収録してるんですけれども、まあ、その前にバイクでも実は使ってみました。これバイクとかですと非常に使いやすくてですね、なんと、こちらなんですけれども、USB-C ポートついておるんですけれど、これ浮き出しなので本当に防水なのかなと思ったんですが、ちゃんと防水仕様になっていて、水の中に出ても問題なく使えますし、充電もちゃんとできるし、しっかりと作動もしてくれるようになっております。また、こちらは傾き検知っていうのがついていて、まあ、バイクとかでこう転倒した時に傾いた時に、まあ、自動で収録動画をロックしてくれる、まあ、そういった機能等もついていたりするものとなっております。まあ、そういったところがですね、非常にまあバイク用としても使えて、便利。野外でいちいちオンオフしたりするのめんどくさいと思うんですけれども、そういった手間というのがないということで、まあ、非常に便利なアイテムだなということをすごく使わせていただいて、まあ、感じたところになります。まあ、こちらの製品なんですけれども、詳細は概要欄の方に貼ってございますので、まあ、ぜひ興味のある方はそのご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。